皆さん、こんばんは。マーティン・ダンの脈予防医、介護職員、アマチュアボアのキング・タクです。現役介護士です、ございます、私。その実態をちょっとお話ししたいと思います。まあ、本でもありますが。まずは、いろいろありますが、確か介護事件士はまあ、大変ですけど、事件がありましたね。いよいよ、相模原障害者施設事件というのがあって、死者19名、負傷者26名、日本で大量発生したんです。こういう、方が原因で、やはり、こういう苦悩もそうですが、こういう事件は良くないです。命が大事です。はい。これがね、事件の例でございます。ストレスという、失神者ですって発言します。これね、危険者、体が弱く、無害な人ばかりだと思っている。実際にはそんな危険な利用者も多いそうです。糖尿病とかいろいろですね、抱えてる方がおりますしね、はい。だから、怖いです。はい。事件ですね、はい。こういう風な冷静な対応も確かに大事ですが、投げ飛ばしとかはあかんです。これ、持ってんのほかです、こういうショートステイ。まあ、認知が比較的進んでいくことは多くないそうです。多いそうですね、はい。だからこそ、必要な応じて、必ず、はい。ちゃんと声かけも確かに大事ですけども、まあ、すぐに緊急性であれば呼ぶことが大事です。はい。これはね、あの事件は驚きました。さらには高齢者連続殺人事件もあったね。過去にも、はい。ある場所で、はい。窃盗罪、これね、別のフロアですが、はい。その実態は驚きましたね。はい。もう、施設の事件は本当に驚きでございます。はい。まあ、誘導というか、面倒だったもう世話を焼いてしまったことが事実。これは驚きです。死刑を判決を下したそうです。あの事件は当然。あれはね、虐待ですよ、これは。はい。あかんですよ、はい。というわけで、介護の事件の実態についてでした。バイバイ。